それでは今回は財務三表のつながりでわかる会計の基本について解説していきたいと思います。一つ目が財務三表とは何か、二つ目が財務三表の5つのつながりについて具体的に解説していきたいと思います。多くの方が会計が苦手です。簿記って聞いたら嫌になるとか、貸し方とか借り方とか売掛金とか受け取り手形とか勘定科目の話も聞いても、うわ全然わかんないよって方多いと思うんですよ。僕は会計士なんで会計に関してはもちろんプロです。で、大事なのは財務諸表皆さん作る必要はないんですよ。読めればいいんです。作るってなったらもちろん簿記とか勉強しなきゃいけないです。読むってなったらしっかりとこの財務三表のつながりから会計の仕組みを理解する、これができればいいです。この動画っていうのはそこら辺を具体的に解説していきたいと思います。まず最初に財務三表って何なのか、そこから解説していきたいと思います。こちらの表をご覧ください。企業っていうのはまずお金を集めて何かに投資して利益を上げる、この3ステップで成り立ってます。この活動を数字で表したのがまず損益計算書です。損益計算書っていうのは収益性を見るものです。売上がいくらなのか、費用がいくらなのか、利益がいくらなのか。そして貸借対照表、貸借対照表っていうのは右側貸し方側ですけど、貸し方はどのようにお金を集めたか、資金調達を見ます。そして借り方、資産側、左側はその集めてきたお金を何に投資しているかを示しています。貸借対照表っていうのはよく安全性分析に使われます。倒産するかしないかっていうのは貸借対照表を見ればわかります。財政状態、資産がいくらあるのか、負債がいくらあるのか、純資産がいくらあるのか。一方損益計算書っていうのは儲かってるか儲かってないかを見ることができます。そしてキャッシュフロー計算書、これは営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローに分かれます。利益を上げてるかどうか、投資しているかどうか、お金を集めているかどうか。じゃあ PL とキャッシュフロー計算書って似てるんですけど何が違うか、これ具体的に皆さん分かるか、これめちゃめちゃ重要ですけど、 PL とか BS っていうのは発生主義ベースで作ってるんですよ。例えば何か商品を売ったとした時に請求書を発行しましたってなった時に100万円の売り上げでした。でも入金が月末締めの翌末入金ってことありますよね。その場合 PL っていうのは請求書を発行した時点、商品を提供した時点で売上計上するんですけど、それってでも現金は入金されてないですよね。この発生と現金のズレがあるんですよね。売上は入ってるけどまだ未入金。じゃあ現金ベースでどれぐらい会社は儲かったのか、それを表すのがキャッシュフロー計算書です。これら3つっていうのはつながってます。これら3つのことをまずは理解することが非常に重要です。続いて複式簿記の話をします。複式簿記って聞くともうその時点でもう嫌だって思う人いるかもしれないですけど、これはめちゃめちゃ重要です。この複式簿記が分かってないと財務三表のつながりが理解できないし、貸借対照表の左側と右側が一致するとかも分かんなくなるんで、これはちょっとぜひね難しいかもしれないですけど覚えてもらえればと思います。仕組みは結構簡単です。一つの取引を2つの側面で捉えて帳簿に記帳する方法を複式簿記って言います。記帳する時の分類っていうのはもう5つしかないです。これはもう覚えれば終わりです。資産と負債と純資産と収益と費用の5つです。例えば具体的に仕分けっていうのを考えていきたいんですけど、どのように記帳していくか。例えば会社が100万円を借りたとしましょう。そしたらその100万円っていうのが資産の項目と負債の項目それぞれ記帳されます。具体的な仕分けとしては現金100、借入金100、左と右両方に記載するってことです。要は一つの取引っていうのを二つの側面で見てますよね。現金っていう側面、借入金っていう側面、これが複式簿記です。続いてじゃあ200万円の現金の売り上げがあった場合どんな感じになるかっていうと、仕分けで言うと現金200、売上200です。現金200っていうのが貸借対照表の左側、資産側に200っていうのが計上されて、売上200っていうのが損益計算書の収益に記帳されます。まあこれもね、一つの取引を現金っていう側面と売上っていう側面で記帳するっていうのは複式簿記です。続いて300万円の商品を現金で仕入れた場合です。これは仕分けとしては仕入れ300、現金300って仕分けを切ります。仕入れ300っていうのは費用、損益計算書の費用の部分に計上されます。現金300っていうのはなくなってる側なんで、資産から300万取り崩すって形です。これが複式簿記です。これが分かってないとそもそも財務諸表、財務三表のつながりっていうのが理解できないんで、ここら辺はねぜひ押さえてもらえればと思います。ちょっと分かんない方はねインターネットを調べてもらえれば複式簿記の話っていうのは出てくるんで、ぜひ調べてもらえればと思います。続いて財務三表のつながりが分かれば会計の全体像が見えるって話をします。ここでは5つのつながりの話をします。ここ本当に基礎というか、ここが理解できてないとそもそも財務諸表、
3つがつながってるっていうことが理解できないんで理解してもらえればと思います。1つ目が PL の当期純利益が BS の利益剰余金の中の繰越利益剰余金につながるってことです。簿記やってる方は分かると思うんですけど、まあ、簡単に言うと最終的な儲けですよね。税金を払い終わった後の当期純利益、最終的な儲けっていうのは繰越利益剰余金に行くと、まあ、皆さんもねお金稼いで収入を得て家賃とかいろいろ生活費を払って残ったお金って多分通帳に残ってますよね。いや繰り越してるわけじゃないですか。これを繰り越し利益剰余金って言います。必ずここに繋がってくるってことです。そして2つ目っていうのは BS の右側の合計と左側の合計は一致するってことです。貸借対照表っていう言葉の通りです。貸し方と借り方必ず一致します。さっきの仕分けの話しましたよね。現金が100増えて借入金が100増えるってことは資産が100増えて借入金が100増えるんで資産の分も100だし負債の分も100じゃないですか。必ず右と左側は一致するってことを覚えてください。で続いて3つ目がキャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の期末残高は BS の現金及び預金と一致するってことです。絶対に一致します。通帳の残高とネットバンクのアプリ、例えば残高見ても皆さん一致しますよね。そういうことです。必ず一致します。 BS の現金残高と貸借対照表の期末残高、キャッシュフロー計算書の残高と貸借対照表の現金の残高は一致するってことです。そして4つ目がキャッシュフロー計算書の PL の税引き前当期純利益っていうのは間接をキャッシュフローの一番上に持ってくると、必ずここも一致します。キャッシュフロー計算書っていうのは2つ作り方があります。直接法で作る場合と間接法で作る場合、まあ、多くの企業は間接法なんで有価証券報告書とか見てもらえればこの間接法のねキャッシュフロー計算書が出てくると思うんですけど、間接法っていうのは税引き前当期純利益からキャッシュフロー計算書を作るっていうやり方ですね。5つ目が間接法と直接法の営業キャッシュフローの合計額っていうのは一致するってことです。このつながりを理解した上で会社の活動が財務三表にどのように反映されていくかをしっかりと考えていきたいと思います。まず最初資本金50万円で会社を設立する場合を考えていきたいと思います。資本金を使って会社を設立するんで PL にはインパクトないです。売上じゃないですよね。会社を作るっていうのは現金50万円資本金50万円って仕分けを切るんで資本金に50が入って現金及び預金に50入ります。表を元に見ていただければと思うんですけど当期純利益が0なんで繰越利益剰余金は0になります。資産の合計50と負債純資産の合計50、これらもちろん一致します。そしてキャッシュフロー計算書の現金及び現金同等物の期末残高50と現金及び預金 BS の数字はもちろん一致します。会社の設立っていうのはお金を集めてくる行為なので財務キャッシュフローの株式発行収入に50万円っていうのが入ります。これら表を見てもらえればつながりってわかると思うんで1個の仕分けがねこのようにね PLBS キャッシュフロー計算書につながることをしっかり理解していただければと思います。続いて銀行から200万円の運転資金を借り入れた例を考えていきたいと思います。この場合は仕分けとしては現金200、短期借入金200って形になるのであの BS のところですよね。現金及び預金っていうのはさっきをね株式発行の50、200は追加して250と、で負債の分に関しては短期借入金200で株主資本の資本金が50なんで資産合計と純資産合計合計は250になると。キャッシュフロー計算書では財務キャッシュフローですよね。お金を借りた行為なんで短期借り入れを収入として200億入ると、まあこのようにねつながり見てもらえればと思います。続いて事務用品10万円分を現金で購入した時ですね。事務用品っていうのは営業活動を行う上で必要な物品なので PL に入ります。PL の販売費及び一般管理費、まあ、10万円が計上されると。なので営業利益としてはねマイナス10となって最終的なまあ当期純利益っていうのが10になると、まあ、ここっていうのは税金の計算省いてますけどこれが繰越利益剰余金につながると。これはマイナス10なんで資産合計と純資産合計っていうのはまあ240に減ると。で営業キャッシュフローではその他の営業支出にマイナス10が入って現金及び預金は240万円で CS と BS を現金っていうのは一致すると。続いてコンピューター40万円を現金購入した場合ですね。コンピューターっていうのは何年も使い続けるものなんで固定資産になります。減価償却っていう言葉をね聞いたことある人も多いと思うんですけど一期の費用だけ計上するっていう考え方ではなくて会計っていうのは収益費用対応の原則っていうのがあるんで何年も使うものっていうのはその対応年数寿命に合わせて PL にインパクトを与えるという形になるんでこれらっていうのはまあ固定資産に入って毎年減価償却費っていうのを PL 上に計上
造するっていうことです。ここではとりあえず PLA の計上っていうのは無視して、まあ、一応現金40万円でコンピューターを購入したっていう仕分けを考えると、固定資産40、現金マイナス40っていう形になります。そうすると資産合計が240で、まあ、純資産ね、負債の合計も240になると。でキャッシュロー計算書においては投資キャッシュローですね、投資をしてるんで固定資産の取得へ40が入るっていう形です。で続いて商品30万円分を現金で仕入れて60万円の売り上げを上げたと。この場合っていうのは PL の売上は60万円で、売上原価は30万円になります。なんで売上総利益は30万円と。で先ほどね、事務用品10万円を先に購入してるんで営業利益っていうのは20万円になると。この当期純利益を20万円っていうのが繰越利益剰余金の20につながると。まあ、現金および預金っていうのは30万円増えてるんで230万となって、キャッシュロー計算書の営業収入に60が入って、商品の仕入れ支出にマイナス30が入ると。で合計残高230で BS の現金および預金とキャッシュロー計算書の期末残高っていうのは一致するっていう形です。まあ、このようなね、つながりをしっかり理解してもらえれば PL と BS とキャッシュロー計算書がつながってるっていうことは理解できると思うんで、これらで何回もしっかりと復習してもらいたいなと思います。今ね、説明した例っていうのは本当にまあ基礎の基礎というか、会社を作った場合、現金で仕入れて商品を販売した場合、借り入れした場合、必ず起業する方というかビジネス決算書を分析する上では、これらのいろんな仕分けとかね、基調っていうのが合算されて計上されて、皆さんがよく見る財務諸表っていうのが出来上がってるんで、ぜひこれらを理解してほしいなと思います。それではまとめいきたいと思います。財務三表っていうのは貸借対照表、損益計算書、キャッシュロー計算書、この3つのことでした。これらっていうのはつながってるって話をしました。お金を集めて事業に投資して利益を上げると。なんでつながってるかっていうと、複式簿記っていう考え方があるからです。資産、負債、純資産、収益、費用、3つのね、仕分けの例を説明しましたけど、これらもしっかりと理解してもらえればと思います。そして財務三表のつながりの5つですね。 PL の当期純利益が BS の利益剰余金の繰越利益剰余金とつながるだったり、 BS の右側と左側の合計は一致するとか、キャッシュロー計算書の期末残高と BS の現金及び預金は一致します。また4つ目が PL の税引き前当期純利益っていうのはキャッシュロー計算書間接法の一番上に持ってくると。そして営業キャッシュローの合計っていうのは直接法と間接法で当然一致するっていう話です。これら5つのつながりをしっかりと理解することが、まあ、財務三表のつながりを理解することにつながるんで、しっかりと理解してもらえればと思います。また会社の設立だったりとか、運転資金を借りた場合、そして事務用品を買った場合、商品を仕入れて売り上げを作った場合に、どのように PL と BS と CS がつながっていくか、しっかりと理解してもらえればと思います。この動画を見ていただいて感想とか気づき、コメントあればぜひメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。